オペライコールコミックザが1840年から1887年まで本拠とした第2代サルファバールオペライコールコミックザはパリの劇団名または劇場名である劇場はパリオペラ座の東400メートルパリ2区ファバール通り5番地及びマリボ通り界隈ボイエルデュー広場に立つ2005年1月国立となった17世紀末 ルイ14世地下のパリでは、オペラ座が1671年に、コメディフランセーズが1680年に王立化され、危険の祝女紳士を集めていた一方、季節の交易市場では、旅芸人たちが、庶民の喝采を浴びていた。ラトロアジエム・サール・フェイバルト・ e n 2 8 7 0 9年、小屋の仮設が禁じられ、 サンジェルマン市場に劇場が立ち、1714年12月26日、オペライコールコミックザを名乗る劇団ができた。同市場は、現在のパリロックサンジェルマンデプレー界隈、サンジェルマン修道院の近くに、12世紀末から開かれていた公益市である。発足当初の経営難で、ザは、1719年と1722年のシーズンを休み、 また、王立の座からの圧力で、1745年から1751年まで、休場させられた。この時期の支配人は、ジャンモネであったが、1758年、台本作家のシャルル・シモン・ファバールに変わった。1762年2月3日、オペライコール・コミック・座はオテル・ド・ブルゴーニュ劇場にいた、コメディ・イタリエン・ヌと合併した。オテル・ド・ブルゴーニュは、 現在のポンピドゥセンターの西北、500メートルにあった。そして1783年4月28日、現在地に劇場を建てて城内小屋とし、サルファバールと称した。建設時の故障が、テアトルイタリアンであったことから、劇場の北の街路が、イタリアン大通りと呼ばれた。これらの時期、事故の台本作者、作曲家らが、動座に関係した。 フランス革命後の1801年、新興のフェード劇場と合併し、1840年までサル・ファバールを離れて、フェード劇場、サル・バンタドール・ヌーボーテ劇場で公演した。その間の1820年から翌年まで、オペラ座がサル・ファバールに仮に移った。1807年、ナポレオンの帝国政府は、オペラ座はレチタティーボを用いる。 伝統的なグランドオペラ、オペライコールコミック座はセリフ入りで軽い、いわゆるオペラコミック、と、それぞれの演目を分けた。1838年と1887年に2度、消失し、アルベールカレ支配人のも1898年に、定員1750の現在の建物が、以前の面影を保って完成した。ちなみに、 1875年春工のオペラ座の定員は2167である。彼は1898年から1913年と1918年から1925年の二度に渡り支配人を務めた。この19世紀後半から20世紀にかけ、オペライコールコミック座は下記の初演の記録に見るように多くの初演をした。 それらは年とともに、コミカルなオペラばかりでなくなり、またグルック、モーツァルト、ワーグナーなど、グランドオペラも上演し、オペラ座との仲が波だった。リューで、マリボービュージュブールバールでイタリア1939年1月14日の、精霊で、オペラ座とオペライコールコミック座とは、国立オペラ劇場連合の参加に入り、RTLN の支配人が両劇場を監督する。 定めとなった。翌年からのナチスによる占領下では RTLN は微子政権に管轄された。下って1972年 RTLN は赤字が蓄積したオペライコールコミック座を閉鎖し、サルファバールは一旦若年層教育のためのオペラスチュディオとなった。この時点で還元学団他のカンパニーは消滅する。 1976年のシーズンからは、サルファバールは、オペラ座制作のオペラを上演すると変わり、ようやく1982年、オペライコールコミック座は1939年、以前の自主性を取り戻した。2005年1月、オペライコールコミック座は、国立オペライコールコミック劇場となった。1981年、三代目、市川猿之助他が、 この劇場で、年広、練志士、黒塚を上演した、いろいろなウェブ情報のほか、ありがとうございます。